はい、皆さんこんばんは。本日はこちら、低温調理と旬野菜の店うろのろさんをご紹介したいと思います。スタート地点はここジャングル公園のステージ前から行ってみましょう。ステージ前より東に歩いていきます。少し細い路地に入っていき、まっすぐ進んでいきましょう。すると左手のビル2階に本日ご紹介するお店、低温調理と旬野菜の店うろのろさんに到着です。行ったことある方、行きたくなった方はポチッとな。早速入ってみましょう。店内はカウンター席にテーブル席、黒を基調とした落ち着いたデザインでいい雰囲気がにじみ出ています。個室も2つあり、誕生日などちょっとしたパーティーにも活躍しそうですね。メニューはこちら、地元大分の食材を主にその時期の旬のものを厳選してじっくり低温調理で丁寧に作ってもらえる美味しさのデパートへようこそ。オーナーと店長さんと乾杯。まずは前菜、季節の旬鮮野菜です。トマトとメロンのカプレーゼ、北海道の生ハム、バジル、もろみわさび、大分のフルーツトマトのシュシュトマト、アボガドの天ぷら、低温調理したホワイトコーンと、どれをとっても一流の素材と調理方法。美味しくないわけがなく、一つ一つ味わいながらいただきましたよ。こちらも自慢の一品、8時間低温調理した絶品ローストビーフです。ソースはうろのろさんオリジナルのオレンジソース。お肉はしっとりと柔らかく、とてもジューシー。オレンジソースも程よい甘さで、お肉にめっちゃ合います。一枚食べたらもう箸が止まりません。今までのローストビーフの概念が覆ります。低温調理恐るべし。おいしい。そしてこちらは旬野菜のオーブン焼きアヒージョ風です。丹波しめじ、人参、オクラに熊本の赤ナス、宮崎のキーストマト、大分県産の椎茸、ズッキーニ、モロッコインゲン、スナップエンドウ、新玉ねぎ、ゴーヤと新鮮な野菜、こだわりのキノコをふんだんに使ったアヒージョは絶品。丹波しめじはとても肉厚で、まるでお肉のような食べ応えです。赤ナスは噛んだらアヒージョのソースが溢れ、それでいてナス本来の甘みもあります。野菜のアヒージョ、大満足です。明太クリームパスタも食べてきましたよ。たっぷりのクリームソースは食べていくうちにトロトロになっていき、食べ始めと後の方ではまるで違うパスタのよう。スープパスタ好きの方はすぐに、濃い味派の方はちょっと置いてから食べてみてくださいね。味は言わなくてもわかりますよね。大人の世界を存分に味わえる低温調理と旬野菜の店うろのろさん。お祝いの日や自分にちょっとご褒美の日など、最高のお料理でお酒を傾けてみてはいかがですか。ごちそうさまでした。ここだけ裏特情報。大人の階段を登らせてもらえる低温調理と旬野菜の店うろのろさん。こちらのお店でお支払いを現金にすると 5% のキャッシュバックが入っている宵越しの銭封筒をもらえるとのこと。しかもそのお金で都町で飲んで、封筒に飲んだお店の署名または印鑑をしてもらい、またうろのろさんに遊びに行くとファーストドリンク無料になるというサービス精神旺盛なキャンペーン、その名も都町応援プロジェクト宵越しの銭を実施中ですよ。皆様もうろのろさんでいっぱい飲んで、次の気になるあのお店でもいっぱい飲んでみてはいかがですか。裏得。シャバダバ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 。